はい、皆さんこんばんは。それでは今回はですね、VR 専用ゲームであるパラノーマルアクティビティザ・ロストソウルをですね、やっていきたいと思います。あの映画、有名な映画、パラノーマルアクティビティ、まさしくそれでございます。で、今回この VR 専用ということで、早速 VR で遊んでおります。はい、ヘッドマウントディスプレイをね、今つけてるわけなんですが、これが私の手です。まあ、実際の手じゃなくて、これはゲームのコントローラーでございますけども、この視点でやっていきます。VR ちょっとね、録画するのが難しくて、かつかなり視点も揺れてしまうので、それはあらかじめね、皆さんご了承ください。では早速やっていきましょう。じゃあニューゲームいきましょう。先ほどね、動作のチェックを少ししたので、ゲームのね、ここだけはすぐできますけどもね、基本初見プレイでございますので、皆さん一緒に驚いていきましょう。さあ、後ろで今、扉が開きました。で、このゲームっていうか、この VR はですね、ルームというか部屋のね、この全体をこう通してね、歩くことができるんですよ。実際こういう風にゲームの中で歩くことができるんですけど、私の部屋があんま広くないので、最低限しか歩けません。なのでこのゲーム内での移動を駆使してですね、これね、左スティックをちょっと押すとね、これ横ちょっと向くので、あとは、これ右スティックか、左スティックを押すともう前進。そんな感じで今日やっていきたいと思います。さあ、早速、森の中に出されました。右手には懐中電灯、眩しい懐中電灯がございます。で、向こうから明かりが見えますね。まあ、とりあえず、まあ、森の中を進んでいきましょう。さあ、暗いですね。これ、非常に暗いです。ここなんか土が盛り上がっております。穴が開いております。カラスが、こんな時間にカラスが救ってましたね。で、ゲームの目的なんですけども、なんかどうもその売り出し中のお家らしいんですよ、ここね。そのお家をちょっとまあ見に来た。どうだかわからないですね。こんな夜中に、しかもこの壊れた柵のところからね、入ろうとする主人公、ちょっと不思議ですけども。まあ、売り出しの家をですね、もう誰も住んでいないらしいんですよ。で、ここの家を探索しまして、前の住民に何があったのかっていうのをね、それを追体験していく感じのお話みたいですと。いやーでも大きなお家ですね。ちょっと正面から見ましょう。ね。大きなお家です。ん？ブルブル様。このね、ライトね、よく、うちにもありますね。こう ソーラー発電でするライトです。半永久的に光るやつ。よくカインズホームとかで売ってるやつです。さあ、では。いやー、立派なお家です。いい仕事しますね。バイオハザードセブンとかにも出てきそうなね、お家でございますけども、これ、売り出し中らしいです。いくら増やすんだろう、こんな家に住んでみたいもんですね。まあ、いらないものがね、余分なものがついてきそうですけども。早速見ていきましょう。でね、このね、扉に入るまでのね、鍵の位置までは私ちゃんとチェックしておいたので、その先からはね、皆さん一緒に怖がっていきましょう。カラスがいる。で、あ、マヨセブンですね、まさしくね。で、もう住んでいないので、郵便物が、監視カメラついてるね。不自然なぐらい新しいけど、まあでも、大きなお家だとこういうのついてくるのかね。でも実際もう動いてますね。さあ行きましょう。はい、なんか張り紙がしてあります。ヘイ！to get back the market. なんて書いてるかわかんないですけども、まあ、家帰って言ってんのかな。で、ここはね、開かないんですよね。で、鍵がね、どっかにあるんですよ。まあ、そいつを探して、中に入るってことなんですけども、鍵の位置はね、もうちゃんとチェックしておきました。ここにありましたよ。ほら。手伸ばして大丈夫かな。机にテープつけないかな。よいしょ。よっ。はい、鍵をゲットしました。こいつを使って中に入っていきましょう。よいしょ。こっちかな。で、よし。さあ、入りましょう。こっから。私も初見ですよ。一緒に怖がっていきましょうか。つか何が起きるかわかんないですからね、実際。プロモーション映像だとさっぱり意味がわからないゲームだったので。じゃあ中に入っていきます。では、失礼して。お
お邪魔します。完全にコソドラの動きですね、私。お邪魔するよー。おーって、なんでしまうんだ、急に。何しまうんだ、急に。私がまだ入ってる最中だね。さて。あ、でも、電気もついてるし、あそこ、火もついてるじゃんね。時計も動いてるし。まあ、管理人さんがつけてったのか、どうだか知りませんけど。あれ、お、電池落ちてる。お、電池って、消耗品なのかな？あそこ開いたね、今ね。気味が悪いな。何も入ってない。なんかでもいろんなもんがあるね。ミートフード。わかんない。なんだろうこれね。わからんな。まあ、開いた方を見ていきましょう。これが前にいた家族の、そのまま残ってるんだね。てか、まあ、設定がよくわかんないですけど。なんだろうね。トゥースかな、じゃあ。あ、電池切れんだ、やっぱり。このご家族かな。三人家族。うわ、奥さん怖え。娘さん可愛いけど、奥さん怖。じゃあ、そこ行ってみましょうか。そこ開いたもんね。ちょっとね。待って待って。向きを変えていい？こっち側がね、私の実際の部屋が広いんですね。この向きにしてくれないと。よし、行こう。で、こっちかな。行きますよ。開けますよ。えい！入っていきますよ。誰もいねえじゃん。誰もいねえじゃん。ぶつかる。あ、誰もいないですね。誰かいるのか。あ、あそこにもカメラついてる。すごい、板で打ち付けてありますね。引き出しが普通に。あ、よかった。電池ですね。どこから今音か。まあ、戻っておきましょう。よし。あとはちょっとコソドロでもしますかね。さてさて。奥さん怖いけど、下着あるかな？よいしょ。あ、なかった。ジェイソン。書いてみた。読めない。まあ。なんもねえな。しけてますね。とりあえず。なんかたびたび音がするんだよ。ちょっと待って。熊だね。ちょっと外から音がするんで、チェックしに行きましょうか。出ますよん。あ、開いてる。あそこ開いてなかったよね。誰に聞いたんだけどね。開いてますね。どこ開かないの？開かねえや。こっちは？あ、ここ、あ、ここ。あ、私今、机にテープつけた。これ、部屋がどうなんですか？あ、私の手がここにある。クローゼットだね。不自然になんか、濃く見えねえかな。不自然になんかあるね。どこに繋がってんだろう。ちょっとわかんねえな。後で、確認しよう。よし。では、そっちに行きましょうか。なんか気味が悪いですね。ホクホクホク。こんにちは。トイレか。鍵あるでしょ。鍵でしょ、これ。ちょっと入るよ。うわ、汚い風呂だな、これ。ねえ。トイレと風呂。鍵あります。取れるのかな？
あ、ごめんなさい。あ、ちょっと。ちょっと私が力を入れすぎちゃいますね。日常では、パワーを解放しないように心がけてるんですけど、たまに出ちゃうんですよね、こういうことね。マジか。なんだろう。恐怖演出かな？一応開かないの？開かないやつですね。トイレは？ここも触れないね。あ、流すことはできるんだ。特に何もなさそうだな。じゃあ、次なる場所行きましょう。こっちかな。よし、これね、向いてる方向に進むのがね、進みづらいです。絶対に逃がさないマンじゃん、これ。こんなんなかったよね。めちゃくちゃ打ちつけてある。マジか。いや、俺完全に俺のこと殺す気じゃん。行きましょう。おー。マジ。今誰か走ったように見えたけどね。中入んの？見て。なんか、壁に手をぶつけた。あ、今入るかよ。あ、入れない。入れないのか。そっか、ここには行けないんだ。どうしよう。あ、こっち開いてる。よし、ちょっと待って。位置を合わせよう。こうかな。さあ、じゃあちょっと開いたのでここ行ってみましょうか。なかなかの緊張感ですね。やっぱり私ね、VR だとね、やっぱちょっと身構えちゃいますね。行きましょう。行くぞ。おお、誰？これ娘さんかな、ね。写真ありましたけど。え、まだ住んでんの？まだ住んでんの？ちょっとじゃあ気になったので。なんか置いてきましたね。本みたいなの置いてったね。ちょっと拾ってみようか。なんだろう。たびたび音がするな。ここにね、机があるぞ、これ。ちょっと待って。下がろう。よいしょ。よいしょ。で、お、いた。お、魔法陣が出てきたね。エロイメッサイム、エロイメッサイム。あなたのパンツは何色で？他にはないのか。まだないみたいです。なるほど。魔法陣がどんどん完成していくとかそういうやつかな。もうちょっと探索してみましょう。いや、でもいいお家ですな。まあ、上から音がしたので、上行ってみようか。ちょっとまあ、操作になれないな。さあ、行ってみよう。さっきの女の子がどこに行ったのか。おぉ。立て付けが悪いですな。ちゃんと上固定しなきゃダメだよ、これね。ちゃんとね。これ甘いですね、これ。この立て付けのね、問題。背が高いものは必ずね、釘とか打ち付けときましょう。さて、この辺は触れないやつですね。あ、これもダメですね。これはダメだ。ってことはなんか声がするんだけど。気のせいか。こっちかな。じゃあ、よし。その曲がった先の方から音がするね。これは奥さんかな。ちょっと顔が怖いね。怖いですね、奥さん。ちょっと何開いた？何？新しい能力が。これアーカイブかなんかなのか？
私のブックに新たなる能力が。開くの？あ、やった、電池だ。ありがとう。このとこは開くの？開かない、開かない、開かない、開かない。なんか入ってます。あ、自動で翻訳させればいいんだけどな。So sorry. Hey man. Sorry again. 簡単な単語しか読めない。よし、じゃあ音がする方に行ってみましょう。こっちは開かない？開かないやつですね。ちょっと静かに覗こうか。テレビかなんかの音か。え？テレビかなんかの音がしてる。何の影だ？DDR コントローラーか。何見てんの？あ、普通の嵐、嵐に仕上がるです。あれちょっと。これか、音の。音のゲームはこれかな？やかましい。子供部屋っていうか、部屋っていうか、まだなんか、散乱としてますね。誰もいない。で、こっちは？あかんやつですね。となると、シミになってるな。となると、そこかな？さっきの女の子どこ行ったんだ？あ、そこら中から音がするな。あ、そこ開いた。クローゼットだね。あとそこ開いてる。電池もあるし、ちょっとこれ、取っとこうか。これはなんだ？何かの、何かのヒントかな。おー、また新しい能力が。あ、違う、こっちか。ほう。なるほど。さっぱりわからん。電池もあったね。あ、またなんかテープつけた。何ここ、何があんの？あ、ゴミ箱があった。リアルな話ですね、今。すいません。待って。これどうなってんだ？これ覗いたら、向こうも覗いたら超怖えな。これ向こうと繋がってっかな？ちょっと調べてみようか。ところどころからなんか音がするんだよね。こっちか。ごめんね。ここ開いたよね。ここ行ってみよう。お？お？何あの子。すごいね。待って。コードが絡まってます。この家はあれですね。この家を買うと、女の子もついてくるのか？なんかのメッセージか。あとは、ちょっと進んでみましょうか。ここも打ち付けてあるね。赤いやつですね。今女の子はこっち行ったけど、そこにテレビがついてる。ちょっとこれ確認しましょう。どんなもんか。尻尾がある。これは多分女の子が住んでる時に起きた。このポルターガイストか。使えそうだな、これね。え？
あ、多分これはおそらくメモなんでしょう。さあ、読めないからな。この丸がついてるのは、ホットマークかなんかなんですか？そこに電池があるな。こっちだけ取って。こっちだけ取ってて。あ、うるさいうるさい。じゃあ、女の子の後を追ってみましょうか。よし。お、びっくりした。え？助けてくれって言った？なんつった今。こっちの、ここかな。よし。行きましょう。ここ開かない。結構電池はあるんだね。ね、レミオンもあるんだけど、これ読めたらもっと。まあ、この家で、要はその、パラノーマルアクティビティ言えてねえな。あの映画と一緒で、まあ、ポルターガイストが起きてるんでしょうね。この家族を何かが襲ったんでしょう。その時の記録が残ってるわけですよ。いやー、怖いですね。非常に怖いですね。これ感じてますね。来てますね。カンカン。何の音だ？カンカン言ってんね。ちょっと待ってくれよ。ちょっと待ってくれよ。これどうやってこう。ちょっと待って、やばい。これ動かすの難しい。襲ってくんのか。待ってくれ、首を反転させなきゃダメだったんだよ。俺死んだのか今俺。死んだのか。オッケー。次は任せろ。首を反転させればよかったな今な。前と後ろしか動かせないから、首を反転させれば。なるほどね。ちょっともう一回やってみよう。逃げるのか待って。ダッシュ。ダッシュの仕方。いや、ダッシュは2回押したっけ？あ、まあ、できないね、今。向き合わせよ。こうして。こうして。こちら。反応しました。来るね。おお、開いてた。ちょっと待って。早く。ここ入りゃいいのか？入った？開始全然つかないね。つかない。あ、電池入ってんだけどな。今俺はどこにいるんだ？クローゼットにいるのか？まあちょっと、助かったみたいですね。開始全然つかないっつって。なんかよくわかんないとこにしちゃってね。待ってね。家の広いところと位置を合わせるよ。はい、ごめんなさい。ちょっと今、コードを引っ張り抜いちゃったので、ちょっと一回カットしました。じゃあ行きましょう。どっち行けばいいの？こっちかな。あ、こっちかな。おっと、びっくりした。さすがにびっくり。VR だとほんと、めちゃくちゃ目の前に出てくるからびっくりするね。待ってくれ、ライトを使えないのか。ちょっとね、これで、こっちにライトにしようか。これで照らしていこう。そしたら私はこれぶっ壊れて、いつでも戦えるようにしよう。そういうもんじゃないか。じゃあ、いいや。いつか、ライター使えるかもしれないから、ライターにしとこう。ライターにしとこう。多分こういうとこは入れないでしょ。つかめない。わお！
てるのかこれ。みんなこっち向いてる。まあ、とりあえず進んでいきましょう。なんでお前らこっち向くんだ。全部こっち向くね。気持ち悪い。大丈夫かい。ずいぶんクリアぞこれ。待って、ライトつかない。あれか、全然いるか。いや、ライトつかないね、やっぱり。そうか、つかない。さあ、難しい。さて、何が映ったかこれ、わかんねえな。頭おかしくね、そうですね。痛い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 。ガラス割れまくり。急に振り返ってもいい？なんか飛んでったな。後ろが気になるんだよね。特にこういうのもなんか暗号なのかな。あんまり気にしなかったけど。あ、どうした。うん、この世界ではライトは使えないのか。やべ、暗っ。なんか良い単語じゃない気がする。おっ、惜しかったな。ちょっと、飛ぶ。勘が鋭いね、君。やるじゃないか。危な。なかなかやってくれますね。ディレイかけてくるなんて。はいはい。実際ね、VR でやってるとマジでね、今、頭に刺さるかと思います。お呼びクリエーションみたいになってきた。どっち？そこが抜けたんですね、これ。さっきとよく見えんだな。ああ、下は何これ、森か。森じゃなくて落ちたか。床歩けてる？え、クッキーみたいなの歩けてる。これだよ。あ、夢？夢だったのか。そっか。クッキーを手に入れたと思ったんですけど。え、でまたここに戻されたのか。戻りいけないわけですね。なるほど。あ、電池あった。気づかなかった。前へ進めないぞ。電池があっても結局今回収電池使えなかったからね。なるほど。非常に面白いんだけど、やっぱちょっと酔いますね。さて。上行けそうな感じだな。ね。雷鳴ってんのか。あ、雨降ってきちゃったよ。ホラーといえば雨。わお。いいですね。非常に面白くなってきたところですけども、今回はじゃあここまでにしましょうか。いや、いいですね。このホラー感たまらないです。非常に操作が難しいっていうか、やりづらいですけども。パラノーマルアクティビティ言えてないです。の実況でプレイでしたね。ぜひね、皆さんも VR 持ってる方は遊んでみてください。はい、以上、実況プレイでした。